おはようございます。こんにちは、こんばんは。塾長です。7月の2日、金曜日は、うどんの日。はい。香川県の製麺事業協同組合が1980年に制定した日ということであります。今日が夏至から数えて11日目、季節的には72候っていう、ね、季節の変わり目をこう記しているところの半夏生っていう日が今日なんですね。でなんかちょうどその田植えが終わって一段落という時に、まあね、これからは英気を養うというか、お疲れ様っていうことでうどんを食べるというようなことで、この日がうどんの日になったということです。香川県というのは瀬戸内の気候ということでね、その日照時間が長いということとか、そういったことで二毛作をやってるんですよね。米が終わったら小麦ね、同じ土地で水を抜いて小麦をこう栽培するわけですよね。まあそういうことで昔からそのうどんが親しまれてたということで、まあ、香川県うどん県とも言われてますからね。はい、そういう地域ということです。うどんというと全国にいろいろ名物がありまして、まあ、香川の讃岐うどんもそうですけれども、秋田県の稲庭うどんであるとか、群馬県かな、水沢うどんであるとか、富山県では氷見うどんですか、長崎県では五島うどんっていうのがあって、あとは愛知県ではきしめん。ね、こんなところが名物としてあると思うんですけど、このね、川越だってね、武蔵野の大地に根ざした武蔵野うどんというのがありまして、ね、肉のつけ麺、肉つけ麺ですよ。うまいですよね。コシがあってね、太くてね。はい。まあ今日そういういろんなうどんがあるのでね、まあ今日機会にいろんなうどんをね、食べ比べてみるなんて旅をしてみるのしたいね。なかなか今旅ってできませんからね。そんなのもこうできたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで今日は香川県の代表選手誰かなってこう見たらですね、空海が香川県で生まれてるらしいというね、讃岐の国で生まれたっていうふうに言われてるそうなので、今日は空海の言葉から。優れた知恵者は愚か者に見える。まああれですよ、その能あるたかは爪を隠す的なことですよね。優れた人っていうのはなんかいろんなものに対して自分がこうマウントを取ってね、あだこうだ言わないっていうことですよ。優れた人っていうのは黙ってこうしっかりとものをやるっていうんですね。なんか自分のなんか知識をねひけらかしてね、これがクーデトゥームーユーみたいなことを言ってる人っていうのはもう浅はかだと、愚か者だということなんですね。もう黙って自分の正しいことをやる人が優れた人だというようなことを言っています。まあこの観点からいきますと、毎日うんちくっぽいことを毎日こうやって言ってる私は愚か者ということになるわけなんですけれどもね。まあこれは継続したいからやってるわけなんですけれどもね、黙って仕事ができる人になりたいなというふうにこの言葉を見て思いました。はい、今日はじゃあここまでにしたいと思います。皆さん、またね。